東大宮バイパスから撮影新大宮バイパスから、撮影新大宮バイパスと大宮バイパスの分岐、吉野町インターチェンジは、埼玉県埼玉市北区にある国道16号、東大宮バイパス、国道16号、国道17号新大宮バイパス、国道17号大宮バイパスのインターチェンジである。南北に伸びる国道17号の現動である大宮バイパスと、 南西から来る国道16号新大宮バイパスが合流する接点であるとともに、東へ国道16号東大宮バイパスが分岐する上、西へ埼玉市道も伸びており、漢字の台の形になっている交差点である。インターチェンジを名乗るものの、信号機がない経路は、立教上である新大宮バイパスから、大宮バイパスの上下線、大宮バイパスの上りと、 交差点を急カーブで左折する東、大宮バイパス内回りから、大宮バイパス上り、新大宮バイパス上りのみであり、その他の経路は全て信号を介する。大の字の交差点に、人の字の立橋を備えた形状である。立橋上は常時流れが良い一方、平日朝は、東大宮バイパス、大宮バイパスの合流付近から、新大宮バイパス上り線方面で渋滞する。 また多くの時間で、二つの信号機を介する新大宮、バイパス下り線から、東大宮バイパスへ、及び、埼玉市街地方面からの大宮バイパスとの、合流部分が渋滞する。東大宮バイパスと大宮バイパスとの行き来は、東インターを経由せず、埼玉県道35号川口上尾線を通る、経路交差点上尾市日の出交差点が、距離も短く、一般的である。 大規模災害時、国道17号原道は、戸田橋の都県境から、河野寿市の三田交差点まで、新大宮バイパスは、笹目橋の都県境から東 IC まで、交通規制が行われ、インターチェンジ等に検問所が設置される。ありがとうございます。